はい、じゃあお疲れさんです。今日2本目の2本撮りで、先ほどの、先ほどちゃうわ、前回あげた30アルファード、まあスタッドレスは明日帰る、夏用に帰るやね、帰るっす。で、なんかこの間オートメッセ行ってめちゃくちゃいいな、なホイールナットを買ったって言って聞いたんで欲しかったんです。めちゃくちゃ高いらしいけど、ちょっと今日はそちらを紹介したいと思います。で、買ったのはどこのメーカー、これ T ディメンドさんの T ディメンドさんのプロナット、プロナット開けていい、開けていいです、開けていい、またいやらしいもん出てくるじゃん、出てくるかもしれないですねじゃあちょっと開けてみます。じゃん、お、すげえ、オレンジ、オレンジ、あえてオレンジ、オレンジにしたりワンポイントになるのと、やっぱ T ディメンドといえばオレンジ、オレンジ、T ディメンドって結構有名なメーカーだね。有名です、むちゃくちゃ足回り有名です。一本取っていい、全然取ってください。これが T ディメンドさんのマーク、結構軽いね、これめちゃくちゃ、めちゃくちゃ軽いし、めちゃくちゃ軽いね、いやもっと重たいと思っとった、むちゃくちゃ軽いんですよ。まあ値段はまあほんまにぶっちゃけ言うと4万ぐらいするよね。4万ぐらいしました、ね、4万ぐらい、ぶっちゃけ言うと4万ぐらいしますけど、ね、でもほんま軽い、軽いししっかりしとんちゃん、でもそんだけ高いとね。39,600円、オートメッセで、メッセで念願の欲しかったよね、念願の。もともとは普通 の普通のロックナット、ロックナットつけとった。ああ、でもこれあれちゃん、ロックナットつけないから取られんじゃん。まあ専用のがあるでしょ、大丈夫でしょ。ああ、そうか、専用か。はい、おお、すげえ。どう、何色あったかな。何色がある、もともと。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、赤とかある。12色。そんなにある種類。12色あるっす。で、な、オレンジが良かったね。あ、ディメンドオレンジやから。ガンメタか、オレンジ悩んだけど、うん、やっぱりメッセ見たときに、うん、あ、ワンポイントになるし。12色並んどった、メッセ。あ、見本はあったっす。メッセ行ったけど、僕そこまで見てへんから。ヌヌちゃんしか撮ってへんだから。スケビアは。ヌヌちゃん動画よう回っとるよ。ヌヌちゃんありがとうございます。ガンメタでシンプルに行くか、悩んだ結果。やっぱガンメタよりちょっと色ある方がね。そう、あえて、でも色入れるならば、やっぱり T ディメンドのオレンジ。うん、僕、つけとんは、まあ、ぶっちゃけ言うと、ネットで安いやつつけとんね、うん、赤でもめっちゃ色入るで。ああそうでしょうね、うん、まあただ安いからすぐ剥げるね。そうでしょう、うん、で、あのボディーペイントで赤塗っとんやけど。なるほどね、うん、これはでもすごいんですよ。カラー14色っすよ。14色もある。これ色剥げは多分高くせえへんと思うし、で安いやつやとやっぱあのつける時点で、取り付け時点でこれで傷がいくね、ドリルでするとそうでしょ、うん、これでもそれが傷がつかない、つかない、傷がつかない、なんとつかないと。で世界一硬くて軽い、硬くて、うん、めちゃくちゃ軽い。ちょっと傷つくかどうか試していい？いや嘘、ダメです、ダメでしょちょっと車で踏んでみる？どれぐらい大丈夫か。いや、びっくりするでしょ。やっぱ実験してみると、まあ、それは、T ディメンドさんを信じます。それは嘘ですけど、さすがに、ふみちゃん怒るから。けど、説明文では、はい、鉄より硬い、うん。いや、持った感じ、いや、これ硬そう、うん。超ジェラルミン製を採用する。ホイールをカチッと締めることが可能。世界一硬くて軽い。硬くて軽い。ほんで傷がつきにくい。傷がつかないホイールなんだ。つかないでええねよ。ええな、ほんまに。ほんまに、あの、僕ら、しょっぱなつけるときから気づいたからな。まあ、専用ナットも、この専用のソケットがついてるってのはでかいですね。うん、そうやね。だから、安いやつつける人は、ほんまにつける時点で、気づくんで、まあ、だからあのドリル使わんと手で締めんねん、はいはいはい、気づくから。まあうちの弟にしてもらってんやけど、めんどくさいから嫌やって言われんねんけど。専用ソケット、専用ソケットということは盗まれる心配もないと。ないでしょ、ね、これがまあお値段はまあそこそこしますけど、それだけしっかりしたいいやつ、とかっこいい。まあ見た目はかっこいいよね。今度書いたとこ撮らして、撮らしてください。全然、これが
ティーディメンドさんのプロナット。プロナット。よう買え、よう買うたな、4万。いえいえ、もう びっくりしました。カードです。男は黙ってカードです。これを買いに乙女さん行ったね。もう目的はまずはそこ。でもよかったよ、欲しいのを買えて。いや、ほんま買いました。嬉しかったっすわ。うん、早よタイヤ変えたんやろ。変えたいっす、うん。ホイールは何入っとんやったっけ。ホイールワークの。ワーク、まだ A ホイール入っとんやん。ワークの、グノーシスの CVX。それ俺めっちゃ欲しいやつや。じゃあ車譲ってもらったときはホイール付きで譲ってもらいます。ですね。うん、いやそうです。だってワークなんか高すぎて買えへん。高い。びっくりした。うん、だから僕ら普通にマルゼンのあれやで。BBS がでも欲しかった。BBS もっと高いや。まあ憧れは憧れ。憧れ、うん。だから皆さんがこうやって見てくれて、チャンネル登録してくれて、ね。うん。ちゃんと視聴してくれたらそれが買えるんですよ。そしたらね、それを撮影できるわけです。そうっす、うん、そしたら買い替えましょう、うん、ホイールを。そうそう、だから皆さんの紹介したいんでよろしくお願いします。はい、あと絶対いいナットなんで、うん、絶対いいナット。足回りはもう絶対な。じゃあつけたとこ見たいんで、明日は土曜日なんで明日つけるんやね。明日つけを買います。じゃあ月曜日取らせて。 OK っす。じゃあ月曜日にこの変えたナットと TD メントさんの、まあ、めちゃくちゃかっこよくなったナットと、うん、サンマルアルファードの外装紹介。オッケーです。はい、その辺をバチバチ洗車しておきます。次回の動画で洗車せんでもいいけど綺麗やん十分。俺らもやっぱ白は綺麗な。でも納得できないです、汚れてるのが。黒なんかすぐまあね。ほんでうち外止めとんやけど、ああ上電線があって、ああ洗車したらすぐ落とされんねん爆弾。一番嫌なやつですね、うん、洗車して1時間後に俺出てきたらもう爆弾落とされとるから。一番嫌なやつですね。まあ実家で車庫に入れといてもいいんやけど。まあこんな感じで入れな、ほんまにいいでしょ、うん、入れ物からして豪華でしょ。豪華、うん、やっぱ短い方がいいな。僕長い方が好きなんやけどな、うん、でもこのサイズしかないんですよ。あ、ロングナット好きやけど、まあ十分ロングやから。そうそう。何がや。いろんな意味で。いろんな意味で十分ロングやから。まあここはカットすると思うけど。まあそんな感じでいいな。いや変えましょう。いや見てよかったら。こういうの赤色変えましょう。赤おそろで。おそろで。うん、それだったらホイールもいるや。いやホイールはまあまた皆さんのおかげで変えるでしょう。最近ほんで皆さんのおかげでね、よう、うん、視聴回数もよう回っとるんで、ありがとうございます。YouTube 始めへん。YouTube はちょっと、ちょっと NG で。NG? 顔出しは NG で。テレアなんで。テレア。いや、案外慣れるで。おいおい。まあ、そんな感じで、はい、ちょっと暗くなってきたんで、まあ、今日2本目の動画ですけど。TD メンドさんの、ホイールナット、はい。はい。紹介でした。まあ、気になる方はね、下に概要欄、TD メンドさん貼っとくんで。はい。うん。絶対。まあ、そこから見てもらって。まあ、値段はそこそこしますけど。足回りには絶対の、うん、絶対ショップやと思います。うん、いいらしいんで、うん。名前は聞いたことあんねんけど、なんとなく。めちゃくちゃ有名です。あのメッセでも LM ですね。うん。なんで、まあ、気になる方は概要欄から見ていただいたらなと思います。まあ、そんな感じです。はい、こんな感じです。けど、4万か。ちょっとためらうな、でも。いやいや、やっぱり、車好きにはいけるですよ。そう、車好きは、まあね。まあ、ね、この動画見てくださってる方は結構、アルファードファン、多いんで。ぜひ。じゃあ、これ、また買います。ありがとうございます。よう見てですわ。プレゼントじゃん。ああ、おいおい。おいおいで。はい。使いこなした後に。使いこなした。傷だらけ。傷つかへんね。傷つかへんです。はい、ありがとうございます。はい。はい、まあそんな感じで。絶対おすすめですんで。ここね、後ろに色書いてあるやん。これ全部色じゃん、表示じゃん。あ、そう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 。ここにね、色もこんだけ種類あるんで、はい、概要欄から見てください。ということで、はい、本日は TD メンドさんの
ホイールナット紹介でした。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、じゃあまたおいおい登場してくると思うんで、チャンネル登録お願いします。絶対さっきからな、絶対 YouTuber 舐めてやろうって。舐めてないっすよ、叩かれると。いや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 、はい、まあそんな感じです。じゃあ終わります。バイバイ。映ってへん映ってへん。はい、ポチッとな。